ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市法蓮町にございます 3LDK の分譲賃貸マンションルネ新大宮の6階をご紹介させていただきます。まずこちらですね、 LDK のスペースとなっておりますが、こちらかなり広さがございますので、ダイニングテーブルやソファーなどを置いていただいて、ご家族でお食事を楽しんでいただいたり、ゆっくりとくつろいでいただけます。またこちらのお部屋のキッチンのスペースはこのように使いやすいオープンキッチンとなっておりまして、幅もかなりワイドなキッチンの方がついております。もちろん収納の方もですね、上の収納とあと下の収納とこのようにしっかりとございますし、調理するスペースも両方にしっかりとございまして、コンロの方も2口コンロを置けるようなスペースとなっております。そしてこちらですね、お部屋は南向きとなっておりまして、非常に明るいお部屋となっております。南側にはバルコニーがございまして、このように日当たりも十分ですし、6階ということでかなり見晴らしもいいお部屋となっております。リビングの横には和室がございます。こちらはですね、和室の6畳となっておりまして、隣の和室の6畳とこのように続き間となっております。奥の方の和室からはこちら開けていただければ、先ほどのキッチンのスペースに出ることができます。またこちらのお部屋には大きな押し入れがついておりまして、お布団などを収納していただくのにもぴったりです。また上もこのように収納になっておりますので、かなりたくさん物を入れていただけます。そしてこちらのお部屋のセキュリティ面ですが、こちらこのようにモニター付きのインターホンがついております。それでは他のお部屋をご紹介させていただきます。まずこちらはお手洗いとなっております。手洗いの横は洗面所となっております。洗面所かなり広くなっておりまして、洗面台は人気のシャンプードレッサーとなっております。もちろんですね、洗濯機室内の方に置けますし、洗濯機置くスペースの後ろにはこんな感じで洗剤などを入れていただく棚の方もついております。またお風呂の方も十分な広さがございまして、シャワーなどもしっかりと設備としてついております。そしてこちらがですね、 3LDK のお部屋なので3つ目のお部屋となります。こちら共用廊下側の洋室となっておりまして、このようにですね、収納がないお部屋にはなるんですけど、こんな感じでですね、上に小棚つけておりますので、上に物を載せていただくこともできますし、十分使っていただけるお部屋となっております。こちらの洋室を出た先には玄関収納といたしまして、結構奥の深い収納がついております。また玄関のスペースもしっかりとございまして、奥行きがしっかりとございますので、下駄箱を置いていただくことができます。また分譲マンションらしくですね、このように通気性のある網戸のような扉もついております。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。